どうも、ムヒケンです。本日、私にとって週の始まり、火曜日の、作業開始したいと思います。形になったのでね、ちょっと、タイヤの部分をマスキングして、で、足付けして、サフを入れていきたいと思います。では、足付けが完成したので、サフを入れていっちゃおうと思います。あんまりね、というかもう天気が良くないんですよね。ちょっと今もうメールが入ってて、よろしければ作業の進行状態あの、ね、動画の方で見させていただいてますね。よろしければ明日の午後1で一人に伺いたいと思いますみたいな書いてあったので、明日の午後1までに仕上げなきゃなんないので、ね、天気が良きゃもうささっとやってっちゃうんですがね、もう全然良くないんですが、もうこんなこと言ってられなくなっちゃったので、入れるだけ入れて、サフなので、強制乾燥して、で、サフ成形して、夜には色までっていう感じでやっていきたいと思います。じゃあ頑張ります。はい、サフ入れました。ちょっと硬化するまで、硬化っていうか一回乾くまで置いといて、で、その間にも用意をしてあるので、ちょっと待ちましょう。さて、それでは乾燥を待ってる間にこの売れたガソリンタンクを梱包して発送しましょう。よしよし、こんな感じですね。さあ、出し行ってきます。はい、今出しに行ってきました。そして銀行も寄ってきまして、やはり4万円振り込まれていたので、これにより私の合計金額がちょうど10万なんですよ。で、あと5万5千円集める。うん。それで、今日の朝見たら、ヤフーオークションまだ残ってたやつのうちの一つが落札されて、それが9千円ぐらいで落札されてたんですよ。なんで、11万なんとか集まってるっていう感じなんで、あと4万5千円なんとかしたいと思います。ちょっと困るのがね、これも落札されてるんですけどね、こちらから取引メッセージっていうのは送ったんですが、ちょっと最近なんかこのヤフーオークションも変わりまして、昔とは簡単決済だけになっちゃったんですよ。だけどこの人がその落札はしてくれたんですが、その支払いなんだかっていうのをしてくれないんですよね。評価を見たらすごく評価はいい方なんですが、どうしようかなーって感じですよね。それがあれば3000円入ってくるんですが、これね、なんだか手数料っていうのがすごい結構引かれるようになっちゃって、前はこの落とされた金額そのまま振り込まれてたのが、その、オークション側の方に少々お金を支払わなきゃなんないんですよね。困りましたね。連絡待つしかないですね。ほんで、昨日落札された人はもう、手続き取ってくれて、住所とかも来てるので、それが確定したらもう発送しちゃおうと思うんですが、そんな感じですね。あと4万5千円どうしよう、何売ろうかな。さて、今回はこの辺ですね。これもエーデルのキャブ。これも500なんですよ。ただ、これもオーバーホール前提。全部ね、もう正直廃棄しちゃおうと思ってたパーツなんですよ。でもオーバーホールすれば使える。で、こっちは外観は汚いけど使えるには使える。実動車から外したやつなんでね。で、これワンバレーのキャブ、直六ですね。直六用のワンバレーのキャブ、自動チョーク付き、これをちょっと出してみようかと思います。当然なんていうんですかね、オーバーホール前提で出しますんで、直六乗ってるような方たちはね、自分家でいろいろやるような方が多いので、知識がある方だったら正直オーバーホールもそんな難しくはないので、そんな感じですね。それとあとインテークが2つあるので、88年以降とそれ以前のやつを持ってるので、それもちょっと出していってみましょう。なんとかしてね、ちょっとやってみますよ。頑張ります。さて、乾燥しましたので、ちょっと最後の足付けをして黒を入れていきたいと思います。
うん、はい、黒く塗りました。よし、うん、上出来ですね。うん、ツヤツヤですね。まあクリアはいらないと思うんで、もうクリアになってもテカテカですわね。よし、これであとは明日の午後1で、どうも。今ちょっとね、メールで返信したんですけど、あれ、それって直接引き取りに来るってことですかって入れていたので、もしそうだったらまた返事が来ると思うんですけど、でわざわざここまで来るんですかね。いやいやいや、まあまあまあ、ちょっと連絡を待ってみたいと思います。さて、それではもう夕方なんですが、号泣ちゃん、天気が良ければねテストランしたかったんですけど、どうも雨だし、明日も雨 100% らしいんですよね。で、ちょっと1個忘れてたんですけど、作業、あの燃料フィルターがあのエンジンの真下にあるんですよ、なぜか知らないんですけど。でもちょっとそれをあのできれば直せるんだったら、あのちょっと怖いので違うところに持ってってくれっていう話なんですが、ちょっとね一回潜って見てみましょう、どういう風になってるのか。もしかしてあのホースでずっと来ちゃってたらね、まあフィルター外したところに鉄管差し込んであの閉めちゃえばいいのかもしれないんですけど、できればね、なるべく途中からホースとかをなんていうのかな、こう一本され行きたいんで。あ、でもあまりにもその距離が長いと結局金額なんですよね。うん、金額、まあ、今回アクセルシャフトの打ち替えで結構、まあ、動画見てくれると分かるんですけど、まあ、結構苦労してて、でステアリング、14,000円で、リアシートのクッションの張り替え14,000円で、ステアリング失敗した分は僕お金入れてないので、うん、その辺をね合計したら、まあ、ちょっと材料代は絶対もらわなきゃならないので、まあ、計算ざっとさっきしてみたんですよ。そしたらまあ、消費税が入って13万ぐらいいっちゃうんですよ。だからオーナー様は10万ぐらいで抑えていただけるとありがたいって言ってたんですけど、まあ、ステアリング作業は追加で入ったので、まあ、その分はじゃあ追加で見てくださいねなんて言ってたんですけど、もうすでに13万ぐらいになってしまっているので、もうこの先ちょっと僕も金額あまりにもねいっちゃうと申し訳ないので、まあ、フィルター見るだけ見て、もしお金が1万2万かかりそうだったら、ちょっとオーナー様に、まあ明日雨でどうせで、テストランできないので、ちょっと明日連絡を取ってどうしますって聞いてみたいと思います。そんなか10万でね納めようと思ったんですけど、やっぱねちょっと無理ですね。ほんでそれをやっちゃうと出た3万円分ぐらいが部品代なんですよ。だもんで、それを負けちゃって10万ぴったりにするとね、結局僕 の、 作業代っていうのが6万円ぐらいになっちゃうので、ちょっとそれはねできないので、もう13万ぐらいの正規の正規って言っても時間工賃めちゃめちゃ安くしたんですけど、31時間ぐらいかかってるんですよ全部で。うん、で正規の金額で計算するともうそれだけで本当だったら15万ぐらいいくんですけど、なのでそれをちょっといろいろ安くしてって限界が13万ぐらいなんですよ。なのでしょうがないので、ちょっとフィルターの分は見るだけ見て、お金かかんないんだったら、そんなにかかんねえなって思ったらやっちゃうんですが、まあ1万とかいっちゃうななんて思ったらちょっと、うん、やめとこうかなと思います。まあフィルターの予備とかはね在庫であるんで、まあちょっと覗くだけ覗いてみます。一応ちょっと休憩しますね。疲れた。今日すげえペースでやってるよ。